皆さんこんにちは。本日もご視聴いただきありがとうございます。いやー、花粉症の人花粉症の人は1年でこの時期、まあ秋なんかもあると思うんですけど、いやー、まあしんどい季節がやってきましたなという感じで、マジでしんどい。私ね、花粉症、小さい頃からずっと花粉症だったっていうわけじゃなくて、20歳過ぎてから、大人になってから発症しました。最初はもうなんかちょっとかゆいなぐらいだったんですけど、年々ひどくなってきやがる。そんな話じゃなくて、そう、冒頭のあやつですよ。冒頭のあやつ、見る人によっては可愛いなのかキモいなのかわかんないですけど、見たことありますか？もしくは持ってる方いらっしゃいますか？ゴーゴーテクテクイモムシということで、またねちょっとね2本連続猫ちゃんの動画になってしまうんですけど、冒頭もねあんな感じでセンサーがねこのお顔のところについていて、障害物を避けて進むっていうので、めちゃめちゃ楽しみにしてました。はい、じゃあちょっと今電池入れ終わって、猫ちゃんにこいつを見ててもらいたいと思います。怖い、攻撃してるよ。はい、ニーナに遊んでもらいます。すごい回転してる。猫は食おうとしてんのよね。芋虫むずい、マジで。おー、行っちゃった。バイバイ。出てきたよいしょ、まるくんいた。まるくん、こんにちは。こんにちは。お口さん。
い、ということで、芋虫なんだっけ、ゴーゴー芋虫、めちゃめちゃ素晴らしいおもちゃだと思います。ワンちゃん飼ってる皆様ももしかしたら楽しめるかなと思います。まあ今後ですね、機会があったら皆様に日頃の感謝を込めておもちゃだったりとか、こうグッズでね、何かお返しできる機会があればなと思っておりますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。はい、ということで本日はこんな感じで終わりにしたいと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。